はい、お久しぶりです。ヒロです。じゃあ続き行きましょう。旅の疲れがあったのだろう。ベッドで横になってるうちにいつの間にか眠ってしまったようだ。うわぁ！男性ののぶとい叫び声と激しい物音に僕は目を覚ました。何かが起こったようですね。選択肢 A、 何事だ？僕は部屋を飛び出した。 B、 僕はドアを薄く開けて様子を伺った。 C、僕は寝返りを打ってもう一度寝直した。はい。というわけで今までの傾向から言って僕は C は選ばないんですが、ちょっと B にしたいですね。B いきます。僕はドアを薄く開けて様子を伺った。すると京香ちゃんが階段の方へ向かっていくのが見えた。彼女の後を追って廊下に出る。大丈夫ですか？しっかりしてください。開花から若い女性の声が聞こえてくる。あ、この音楽初めてじゃないですか？ミステリー編でこの音楽流れてないですよね。お酒は安定のラスティーネイルです。1階に降りると真っ黒なトレンチコートを着込んだ男がうつ伏せで倒れていた。2人の女の子が彼の容態を確かめている。一人は化粧っ気のほとんどないメガネちゃん。もう一人は派手な衣装を身にまとった赤毛ちゃん。なんとも対照的な二人だ。すみません。足を滑らしてしまい、口を滑らしてしまってるね。はい。男はすぐに立ち上がった。マスクをしているため表情はよくわからない。本当に大丈夫です。心配いりませんから。彼は慌てた様子で床に落ちた帽子を拾い上げようとしたが、やはり無事では済まなかったのか、右肩を押さえてその場にうずくまった。無理をしないでください。私たち、看護師の卵なんです。多少の応急処置ならできますので。メガネの女の子が言う。大丈夫かい？俺がソファーまで運ぼう。すげえな、優しいな。騒ぎを聞きつけカウンターの方から池谷さんがやってきた。トレンチコートの男に肩を貸し素早くラウンジへ向かう。もう全然展開が違いますね。はい。まあちなみに黒井さん、そしてみゆきちゃん、さとみちゃんとはこの問題編では初めて会ったわけですね。ちなみに口が滑ったというか噛んだんですけどね、さっきのはね。まあまあとりあえずちょっと乗っけてみた感じですけども、いやーさあ、まあ雰囲気で楽しんでください。雰囲気で皆さんね。その後に二人の看護学生が続いた。さすがまさやさん、頼りになるなぁ。感心したように京子ちゃんが言う。しまった。僕はといえば倒れた男をただ呆然と見下ろすだけで何の役にも立っていない。このままじゃダメだ。少しでも良いところを見せなければ。あの人、肩を痛めたみたいだったよね。すぐに冷やした方がいい。鵜飼さんにお願いして氷を持ってくるよ。もらってくるよ。そう口にして事務室へ急ぐ。デュアルショック。あ、うわ。しかし焦っていたため、僕も勢いよく足を滑らしてしまった。大丈夫？京香ちゃんが駆け寄ってくる。したたかに腰を打ち、すぐには立ち上がることができない。京香ちゃん、悪いけど氷を持ってきてくれる？情けなすぎる。情けなすぎる。全くもって情けない。この音楽も初めて聞きましたね。自分の部屋で横になっていると、とりあえず横になっている絵ではないですね。ノックの音が響き、京香ちゃんが入ってきた。ちょっとなんかもう楽してますね。アニメーションというかね、グラフィックというかね。具合はどう？平気平気。上半身を起こし、両腕を振り回して元気をアピールする。なんか変身でもしそうなポーズしてますね。特に痛みはなかった。もやしのように情けない体型ではあるが、意外と頑丈にできているらしい。それよりもトレンチコートの男の人の容態は？黒井さん？どうやら右肩を脱臼したみたい。
看護学生の二人の応急処置でようやく痛みは引いたようだけど。病院は行かなくていいの？行きたくても、ちょっと無理かな。どうして？気づいてなかったの？え？ほら、窓の外。京香ちゃんの視線を追いかけ、僕は驚きの声を漏らした。外は猛吹雪。これではどうすることもできない。なんだか嫌なことばっかり起こるんだよね。両腕をさすりながら京香ちゃんは眉を潜めた。黒井さんと海斗くんが続けて廊下で転んだ後、さとみちゃんが高熱を出して倒れちゃって。さとみちゃん？看護学生の一人、派手な格好をした女の子の方だよ。ここへ来る前から少し風邪気味だったそうだし、意識ははっきりしてるから多分心配はないと思うんだけど。今はみゆきちゃん、あ、もう一人のメガネの子ね、が付き添って自分の部屋で寝ているよ。大したことがないといいけど、心配だね。それだけじゃないんだって。まだあるの？オーナーは料理を作ってる途中に包丁で指を切っちゃうし、アルバイトの女の子は男湯の清掃中に、あ、そうなんですね。もう普通に、雪乃ちゃんが来ているし、なおかつね、どう考えてもね、アルバイトって言ってんのに、鵜飼さんがオーナーじゃないんだったらね、おかしな話なんで、もう今回は鵜飼さんがちゃんとオーナーっていうことなんですね。というわけでね、問題編から見てる人は何のことやさっぱりわからないと思いますが、もしあなたのミステリー品もボリューム1から見てみてください。凍りついた扉を無理に閉めようとして手首をひねっちゃうし、お年を召した神林さんは神経痛がひどくなったそうだし、アニメ好きの大森さんは寒さで痔が悪化したと騒いでいるし、私も霜焼けが痒くて仕方ないし、後になるほど症状はしょぼくなったが、確かにこれだけ不幸な出来事が重なると、オカルトなんて全く信じていない僕でもちょっとばかり薄気味悪くなってくる。あ、もうすぐ夕食の時間だよ。京香ちゃんにそう言われ腕時計に視線を落とす。午後6時58分。お腹がぐーっと情けない音を立てた。京香ちゃんと共に部屋を出て食堂へ向かう。階段を降りたところでラウンジが騒がしいことに気がついた。大勢が集まり、深刻そうな表情で何やら囁き合っている。どうしました？鵜飼さんに声をかけると、ああ、坂巻さん。オーナーは情けなく眉の下がった顔を僕に近づけて、近づけてきた。実は、かまいたちの落とし物がなくなってしまいまして。かまいたちの落とし物？ああ、鉄の釜のことですか。ラウンジの壁を見やる。鵜飼さんの言う通り、つい2時間前までそこに飾ってあった釜が今はどこにも見当たらない。ソファーのそばには釜を固定していた針金がほどけて落ちていた。全員の話を総合した結果、午後6時50分まではラウンジに鉄の釜が存在していたことが明らかとなった。これちょっと覚えておかなきゃいけないんじゃないですか、よくよく考えてみると。室内ではずっと黒井さんが体を休めていたが、痛み止めの薬が効いて何度かうたた寝をしたらしい。おそらくその隙をついて何者かが釜を持ち出したんだろう。でもうたた寝してるかどうかも確認できないのに釜を盗み出すっていうのはかなり大胆な犯行ですよね。黒井さん自身なんじゃないかっていう気もしますね。僕じゃないからね。丸々と太った男がブンブンと頭を振って叫んだ。お尻を押さえているから多分彼が大森くんなのだろう。痔が悪化したわけだ。僕今までずっと厨房に入り浸って鵜飼さんとアニメ話に花を咲かせていたんだから。ええー、確かにそうです。戸惑いながら鵜飼さんはうなずいた。仕事の邪魔でしたけど、と顔にははっきり書いてある。柱時計が玄関の当初、7時を知らせる鐘を打ち鳴らした。あ、すいません。鵜飼さんが申し訳なさそうに頭を下げる。
実は夕食の準備が少々遅れておりまして、もうしばらくお待ちいただけますでしょうか。予期せぬトラブルが立ち続けに起こり、その対応に追われていたせいだろう。鵜飼さん自身包丁で手を切ってしまったのだからなおさらだ。文句を言っても仕方がない。正直腹ペコで倒れそうだったが、ここはぐっと耐え忍ぶしかなかった。お風呂の準備が整いました。僕らの前に幼い顔立ちをしたおかっぱ頭の女の子が現れ、今にも消え入りそうな声でそう告げた。まだ中学生くらいなのだろうが、それにしても随分と小柄だ。おそらく身長は150センチに満たない。アルバイトのゆきのちゃんです、とオーナーが紹介すると、彼女は恥ずかしそうにペコリと頭を下げた。こういうつつましやかな女の子って、いいですよね。はい。今回もあの人とくっついてしまうのだろうか。右の手首に巻かれた包帯が痛々しくする。リスクアップ?そういえば凍りついた浴室の扉を直そうとして怪我をしたんだ。すみません。男湯の方は露天風呂の扉が壊れてしまって。ちょっと寒いかもしれませんが。雪乃ちゃんは顔を伏せたままぽつりぽつりと言葉を紡いだ。もしよろしければ食事が出来上がるまで温泉の方をお楽しみください。鵜飼さんが彼女の後を継ぐ。じゃあ一番風呂を楽しませてもらおうかな。真っ先に手を挙げたのは池谷さんだった。浴衣やタオルはお部屋にご用意してありますので。ではお先に。池谷さんはそう言うとみんなの前を離れて勢いよく階段を駆け上っていった。ちなみに今回はシンクの祝福をあなたにとか7時のサプライズパーティーっていうのは当然ないわけですね。じゃあ僕も。ソファーから立ち上がろうとした黒井さんを、怪我をしているのにダメですよ。メガネの看護学生みゆきちゃんが押しとどめる。肩を温めなければ大丈夫でしょ。ダメです。血行が良くなると一気に痛みが増しますよ。それでもいいんですか。てか黒井さんやけに喋るな。だけど僕は温泉が楽しみでこのペンションに来たのに。うねどり様じゃないのかい。絶対にダメです。みゆきちゃんの勢いに押され、黒井さんはそれ以上何も言えなくなってしまったようだ。がっくりと肩を落とし、ふてくされたようにソファーに横になった。鵜飼さんと雪乃ちゃんは食事の準備をするため厨房へ向かった。アニメ話を続けたいのか、大森くんも後をついていく。立派なひげを蓄えた中年紳士の神林さんは、食事の時間までワインを楽しみたいからと食堂へ。神林さんの奥さん、ローズさんは女上。みゆきちゃんは里美ちゃんの様子を見てくると言って部屋に戻ったため、ラウンジには僕、京香ちゃん、そして黒井さんの3人が残る形となった。黒井さんは速攻で眠ってしまったのか、目を閉じたまま動く気配がない。やっぱりこれって、この、鍵括弧以外のところっていうのは主人公の頭の中ですよね。すげえ難しい感じでいろいろ思いますね、この人ね。速攻とか使う人なのにね。それにしても君が悪いよね。鎌の飾ってあった壁を見上げながら京香ちゃんは言った。一体誰が何の目的で持ち出したのか。きっと、洗濯してきました。まあ、僕はゲームを楽しめばいいので、まあ、そこまで推理するつもりはないんですけど、まあ、推理もね、それなりにしつつやっていきましょう。A、犯人の仕業だよ。B、かまいたちの仕業だよ。C、妖怪マニアの仕業だよ。どれにしてもいい気がする。皆さん、どれがいいと思いますか?おっと。じゃあみんなの意見が一番多そうなのを予想した上で、YOSOU した上でですね、あったいただきましょう。きっとみんな、C に従っているだろう。C いきます。きっと妖怪マニアの仕業だよ。僕は答えだ。あの鎌、かまいたちの落とし物なんだろう?妖怪好きの誰かが自分のものにしたいと思って盗んでいったんじゃないかな。それならまだいいけど。眉音を寄せ。
京花ちゃんはためらいがちに次の言葉を発した。そんな眉毛なんて思うかね。もうずっと美婚って言ってたじゃないか僕は。美婚でも B 婚でもいいですよ。よくないか。すいませんでした。あの鎌はかなり干からびてないね。古びてはいたけど今でも十分に使えそうだったでしょ。もしあんなものを振り回されたら。不安げな彼女の横顔に胸がキュンとときめく。大丈夫。その時は僕が守ってあげるから。かっこよく決めようと口を開いたその瞬間。おいおい、どうなってるんだよ。ラウンジに池谷さんが飛び込んできた。ひどく顔色が悪い。両腕をさせてガチガチと震えている。あれ、マサヤさん、お風呂へ行ったんじゃなかったの？行ったさ。行ったけど寒くてすぐに出てきたよ。露天風呂にぶら下がった温度計を見て肝を潰しそうになった。なんと零下20度だぞ。殺す気か。信じられるか。暖炉に近づきくしゃみを連発する。まあ、あの露天風呂につながる扉が壊れちゃって開けっぱなしなんでしたっけね。零下20度。寒波がやってくるとは聞いていたが想像を絶する寒さだ。雪はどんどん降り積もるし風も強いし湯船に浸かっててもちっとも温まらないから早々に退散だよ。だったら内風呂に入ればよかったのに。無理無理。露天風呂へ通じる扉が壊れて開けっぱなしになってるから内風呂も冷凍庫状態だ。湯船に浸かってても髪の毛が凍ってくるほどなんだぞ。もうやってらんないよ。おまけに照明も壊れてるらしく辺りは真っ暗。後でオーナーに報告しておかないとな。あ、外の照明つかないんですね。外じゃないのかな。その温泉のところだけなのかな。それだけ浴室が冷え切っているなら多分怪我には悪くありませんよね。いつの間に目を覚ましたのか黒井さんがソファーから体を起こして陽気な声を上げる。キャラ変わっとる。だったら僕今から風呂に入ってきます。あ、分かっていると思いますがみゆきさんには内緒にしておいてくださいね。よほど温泉に入ることを楽しみにしていたらしい。黒井さんはそう言うが早いがスキップをしながらラウンジから飛び出していった。温泉行きたいっすね。最近全然行ってないですね。ミステリー編のボリューム1で言ったと思うんですけど、まあ僕は神奈川に住んでいるんで、まあ箱根とかね、まあ遠いですよ。全然うちからも遠いんですけど、まあまあ行けないことはない。はい。なんかあるわけですよね。小田急線っていうのとか、箱根登山鉄道みたいなのありましたかね。そういうのに乗っていけば結構行けるんですが、車とかなくてもね。最近行ってないですね。行きたいものだ。